荒川区は東京都の区部北東部に位置する特別区。2005年に夜間人口は19万1163人であるが、昼間人口は18万4021人で、昼間人口は夜間人口の0.963倍の人口になる。通勤者で見ると区内から区外への通勤者は15万2183人。 区外から区内への通勤者は47,835人となっている。他の区に比べると、昼夜間人口の変動は少なめである。隅田川東京都の北東部に位置する。東西に細長く、北側の草界は隅田川に位置する。区内はほぼ低地で平坦であるが、日暮里地区の一部は山手大地となっている。荒川と隅田川の関係は、 歴史の功を参照。江戸時代は農村だったが、明治時代から荒川の水を使うために、多くの工場が建設され、工業化が進んだ。また現在の南千住駅の西に、江戸の三大形状の一つ、小塚っ腹形状があった。1932年10月1日、東京市域拡張に伴い、北豊島郡南千住町、三河島町、小愚町、 日暮里町が東京市へ編入4町の区域をもって東京市荒川区が発足。区の発足から1945年頃まで東京市内で最も人口の多い区であった。1947年5月3日、地方自治法が施行され荒川区は特別区となった。現在は工場跡地を活用した大規模な再開発や公園整備が行われている。 特に南千住地区の再開発は延べ面積で東京都第一位の再開発規模である。これに伴い大規模なマンションの建設ラッシュが続いているためファミリー層を中心とした人口流入が見られる。1990年代まで減少していた区全体の人口も増加に転じた。加えて地価も急上昇し近年の住宅地地価の上昇率は 東京都第一位となっている。河川名の荒川を由来とする。1965年3月24日に河川法制定に伴い荒川放水路が荒川。なお、当初東京市では区役所設置予定地を区名として採用することを原則としていたことで、旧三河島町が区役所設置予定地であったことから、三河島区が最初の区名原案だった。 荒川区では全区で住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の町名と当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後に途中期したもの以外は当該旧町域の一部である。荒川区役職民家館内、基地織物に関する多くの店舗が連なる。様々な服飾関係品が揃うことから日本家事とも称される。 区内の町町数は52で、これは東京都区部の中で最も少ない。町名地域名足立ナンバーを割り当てられており、23区東部の地域と一致する。第6回持続可能な地域社会を作る日本の環境主とコンテストに参加。江戸時代に特産であった三河島な塩入り大根の生産を試みている。財政需要に対する、 交付金の割合が60%台後半と高くなっている。毎年日経 BP 社等で行われる全国自治体ランキングでは行政サービス部門においてトップクラスにランクされることが多い。2008年度は情報化分野及び教育分野において東京特部どころか全国すべての市区町村で1位、子育て環境分野では全国2位となっている。 2015年度も共働き子育てしやすい街ランキングで全国1位となった。国内編集は災害時相護応援協定海外編集詳細は荒川区議会を参照警察署編集交番編集周廃郵便局編集東日本旅客鉄道山手線景品東北線常磐線その他宇都宮線高崎線が上野駅小具駅間で 東北、上越新幹線が上野駅大宮駅間で遠くを通過しているが駅はない。なお、オグは荒川区内の地名であるが、宇都宮線、高崎線の小グ駅の所在地は、北区昭和町となる。日本貨物鉄道、常磐線貨物支線東京都交通局都電荒川、千日暮里、舎人ライナー、東京地下鉄千代田線日比谷線、京成電鉄本線首都圏、 新都市鉄道荒川町や西小区東小区南千住、西日暮里東日暮里現在、東区内にある東京都指定二次救急医療機関は以下の通り、ありがとうございます。